こんばんは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どっか一箇所でも承諾できないというところがありましたら、あなたはこの動画の続きを見ることができません。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。ステッカーを販売しております。令和元年9月25日水曜日、暗号資産草コイン中野研究会。今日はね、2本目の動画ですね。朝6時台に、6時半ぐらいかな、動画撮って、ビットコインがね、大暴落をしてしまったから、まあ、買うチャンスなんじゃないですかという話をね、したんですよね。したらね、なんとまた暴落してまして、今89万7861円ですね、ビットフライヤーでね。89万7000になっちゃったね。これね、よく考えてみたら、ビットコインというのはですね、人事に関係してるんですよね。人事。それで、去年のね、ちょっとあれ見ようか。チャート。去年のですね、大ブロックありましたでしょ？秋の。ここですね、ここの大暴落、11月14日か、ここでね、70万円台をキープしてたんだけども、70万5000円ぐらいだったのに一気に落ちてね、ここね、まあ、60万9000円だって10万円ぐらい落ちちゃったんだよね、これね。で、これ何があったかというと、ファーウェイの、ファーウェイか、ファーウェイの副会長が、事情聴取を受けたということですね。で、その後、カルロス・ゴーンさんが、カルロス・ゴーンさんとファーウェイ会長が、事情聴取を受けたり、逮捕されたりして、こう下がっていきましたよね。で、世界のですね、有名な人の人事に人事権がですね、人事が脅かされると、ビットコインで下がるんだよね。で、今回もですね、これはなんで下がったかというと、もちろん、アメリカのトランプ大統領が、弾劾裁判にかけられそうになってて、解任と、逮捕と、刑務所行くかもしれないと。弾劾裁判で。まず、大統領がクビになってね、変わって、で、その後、司法、裁判でね、刑事裁判で、有罪が確定したら刑務所行くかもしれないね、罰金刑がね。禁錮刑になるかもしれないですね。それで今回下がったと。で、もちろん弾劾裁判でね、トランプ大統領がクビになったら、また30万円とかなっちゃうかもしれないね、ビットコインがね。そういう関係にありますね。なんでね、ビットコインが、世界の有名な人の人事に関わってるかどうかっていうのは、ちょっとまた、それをね、今度話したいと思います。イルミネティとかそんな感じ、それ系だからね、この仮想通貨っていうのはね。はい、それでね、今日は何やるかというとですね、今日のお題なんですが、ちょっと、夜なんでね、これやりたかったんですけど、ずっとね。本日のお題なんですが、お金と健康と、約束とか仁義でね、人の道ね。約束、人の道、どれが一番大切ですかという話をね、ちょっとしようかなと思っております。で、なぜ、するのかなっていうのは、こういう話好きだし、以前もずっとこういう話をしてましたよね、動画でもね。あと、ライブでもこういう話ばっかりしてましたよね。スピリチュアルな話とか。
いろんなね、中村天風の話とか、金次郎先生の話とかね、いろいろしましたでしょ。で、人が生きる道っていうのはどういうものなのかっていうね、話をしようと思ってて、特にね、最近ですね、高いとこから落下してしまってね、体全体強く痛めたんですよね。それで、今ね、腰がすごくね、痛くてですね、モーラスというね、テープを貼ってね、医者からもらって貼ってね、あと、毎日、痛み止め飲んでるんですけど、それでも痛いんですよ。それで、まあ、杖をね、買って、杖をつきながら歩ったりしてるんですけど、まあ、椅子から立つときとかね、まあ、布団から起き上がるときっていうのは、起き上がれないんだよね。もう無理なんですよね。それで、まあ、自宅でね、寝ることが仕事みたいな感じになっちゃってるもんですから、で、次にね、首が痛くなってきたんだよ、最近ね。で、ああ、こういうもんなのかと。まあ、交通事故とかでね、ギブスしたりしてる人いますけれども、首痛いなと思ってね、あちこち痛くなってきてね、で、だんだんね、物忘れも激しくなってきてね、いろいろね、いろいろ、トラブルっていうかさ、忘れ物をね、するようになっちゃって、ついにね、終わりかなと、僕も、命尽きるかなっていうね、少しだけですけど、今思ってます。高いところ落ちてね、10秒ぐらい息吸えなかったんですよね。息吸えなくて、死んじゃうのかなって、このまま死んじゃうのかなって思ったんですけど、まあ、10秒ぐらいして少しずつ息が吸えるようになって、まあ、それでも体がね、もうバラバラになっちゃったんじゃないかっていうぐらい痛くて、なかなかまあ起き上がらなかったですけどね。まあ起き上がったって痛くて痛くて、未だに痛くてね。まあしょうがないもんですから。まあ背骨、腰とか背骨、脊髄をね、損傷すると、まあ記憶障害までね、起きてしまうのかということですね。それでまあ、以前もね、うつ病になったりですね、まあ大体うつ病になる時っていうのはね、お金がなかったり、人間関係がぎくしゃくして、りするんだけど、あとお金がなくてどうしようもなくなった時にうつ病になったりしますね。で、まあ今まで健康だったんですよ。で、病気した時ないし、入院した時もないしね。まあ、するのは風邪とか、物もらいとか、そんぐらいかな。あと、歯医者か。歯が痛くなるぐらいで、耳鼻科もないし、内科もないし、何もなかったんですけど、今回ね、生まれて初めてちょっとね、大きなですね、怪我をしてしまいました。ちょっと待ってください。はい。それでね、ちょっと余命が短いってわけじゃないんだけども、そういうわけじゃないんですよ。そういうわけじゃないんだけども、体がね、不自由な人の気持ちにようやく慣れたのかなと思いました。はい。それで、まあ、前から思ってたんですけども、まあ、昔お金なかったんですよね。まあ、これからもない時はあると思いますけどね。で、お金がないと。で、健康はありますよね。いつも健康なんでね。まあ、まだ若いですから。で、まあ、で、3番目のね、仁義とか、人との約束とかっていうのは、まあ、二の次にしちゃう時が結構あったんだよね、僕もね。お金がないから、なんか一緒に旅行行けないよとか、お金がないからね、その仕事できないとかさ、まあ、健康は健康でね、あるんだけど、いや、お金をもらえないのに、なんでその仕事やんなくちゃいけないのとかさ、そういうのあったわけですよね。それで、ただ、まあ、世の中の、まあ、道理っていうかさ、世の中、
のね、人の生きる道としてはね、まあお金があってもなくても、やっぱり、まあ筋を通すっていうのかな。うん、まあ、なんていうのかな、その、お世話になった人にはね、うん、まあお金がなくても手紙、はがき一通は返せるでしょうと。50何円とかね、60円とかね。うん、まあだからそのなんか物、食べ物とかね、お酒を送ることはできないけれども、あとね、あの、なんかもっと挨拶に行くことはできないけれども、まあ、はがきとか手書き、名を書いてね、まあ、60円とか80円でね、送ると。まあ、そのぐらいできるでしょうと。まあ、それもできないんだったら、メールぐらい送れるだろうと。ね、ただなんだから。まあ、それが多分、人が生きる道なんだろうしね。まあ、仁義を切るっていうかさ、人の生きる道だと思うんですよね。でね、まあ、僕も、まあ、その、独立した時29歳で若かったし、独立する前は、まあ、三菱電機とか三菱商事でね、まあ、プログラムとか、ハードウェア、ソフトウェアとかね、電子基板とか、まあ、技術的なこととかね、まあ、商社とかさ、営業とかの、あのビジネスマナーとかビジネス昇竜っていうのはだいぶ学んできましたけども、まあ人としてどう生きるかっていうのはさ、その会社じゃ教えるわけないよね。そんなね、そんなのね、その親に教えて身につけてこいよみたいな感じだから、ここは学校じゃないんだから、そんなの誰も教えないよっていう感じだったんですよね。まあそれはそうだよね。それで、ほら、三菱電機とか三菱商事のに入社してる人っていうのは家柄がいいから、家柄がいいのでね、まあきちんと親の教育を受けてるわけですよね。まあそれから、まあ幼い頃からね、バレエとかピアノとかバイオリン習ったりね、男だったら柔道とか剣道、空手、合気道なんかでさ、その、あとは習字とかね、お茶とか、まあ、その道のね、先生に師範につくわけですよね。そうすると、まあ、人はどういうふうに生きるべきかっていうのをさ、まあ、柔道でも剣道でもバレーボールでも学ぶわけじゃないですか。野球でもね。まあ、そうしないと、まあ、何一つ、まあ、人並みに上達しないですよね。それはわかるでしょ。でも僕なんていうのは、まあ、家柄なんかないしさ、そこら辺のね、馬の骨で生まれてきてますから、ね、ただの馬の骨なんでね、まあ、親に、人の生きる道とはこういうもんだって教えられて生まれたわけじゃないしさ、どっちかと言ったら怒ってるものをね、なんか怒ってたらそれ盗んじゃえばみたいなさ、うん、得するよね、みたいな感じで、まあ、そんな感じだったからね。で、他の、まあさ、その明治大学の人もやっぱり家柄がいいからさ、その道にお金落っこっててもね、その自分のポケットに入れないんですよ。それは、三菱電機とか三菱商事の人もそうでさ、で、他人を蹴落とすこともしないしね、うん、困ってたら声かけてね、どうしたのって言うし、他人を蹴落として自分が出世すればいいって思ってる人は、まあ、いなかったね。三菱電機も三菱商事も見ませんでした。で、明治大学もですね、やっぱ家柄がいいからさ、家柄って言って、まあ普通の家柄だったからね、その友達の財布落っこってるからさ、それ盗むってこともなかったし、まあお金がね、1000円2000円落っこってるからって、それをね、ポケット入れる人もいなかったですね。誰か落ちてるけど誰のっていう感じでしたよね。うん、で、僕も、ああ、素晴らしいなと思いましたよ。はい。で、まあ、高校の時にね、僕、人生で一回だけお財布落としちゃったんだよね。高校の文化祭の時ね。で、中のお金が全部さ、抜き取られててさ、財布だけは出てきたんだけど、まあ、その時に、その、まあ、ショックでしたね、すごいね。で、そういう、まあ、世の中そういうもんなのかなと思ったけども、そうじゃない人たちの集まりもいるってことを、まあ大学とか会社員生活で知りました。
それでですね、まあ独立してですね、いやおうなく、やっぱ教わるのはですね、やっぱりこの3番の人の道っていうのかな、約束、仁義っていうものを、まあ、一番最初にですね、一番大切なものに置かないとですね、まあ、仕事が来ないってことですね。信用されないってことですよ。だから、まあね、まあお金もらってないから、その仕事しないとかさ、いや、追加の仕事はね、お客さん追加のお金払ってくんないとやんないとかね。まあそういうのはダメだっていうのと、あと、健康がさ、害してても、風邪ひいててもね、うつ病になってても、もうできる限り、まあね、入院してたらしょうがないですけど、できる限り、まあ一生懸命仕事してね、なんとかその、納期に間に合わせるとかさ、会議に出席するとかね、まあそういう自分は、まあすごい状態辛いんだけども、まあそれでもこう誠意を見せてね、参加するとか、出張行くとかね、うん、あとお金がないんだけど、借金して、出張行くとかね、まあ旅行ついていくとか、それが全て3番の約束、仁義につながってくるわけですよね。で、まあ、僕もね、29歳に独立して懐事情は非常に悪くてですね、まあ、貯金はすぐになくなって、借金山盛り状態でもどうしようもなくなっちゃったんですけども、まあ、辛いわね。で、お金がなくて、まあ、みんな、業界のみんなにね、お金がない、助けてくださいって言ったりしました。で、やっぱりね、助けてくれますよ、それはね。今月家賃払えないって聞いたらさ、やっぱり、大丈夫って言って、ね、心配してくれる人は、いるから。で、それで、まあ、お金貸してくれたり、まあ、お金くれたりね。そういう人が結構いました。で、それは、なぜかというと、この3番の約束仁義っていうものを、まあ、その当時、やっぱり1番に置いてたわけだよね。そしてね、だんだんね、置かなくなっちゃうんだよね。お金が本当になくなると、約束とか仁義とかってもう二の次になっちゃって、お金が一番になっちゃうわけですよ。うん。お金ってなっちゃうと、なんだあいつってなってね、誰も助けてくんなくなっちゃうんだよね。で、健康も悪くなっちゃうし、ね、うつ病になって健康が悪くなっちゃうし、まあ、約束仁義っていうのは二の次になっちゃうでしょ。で、お金っていうのを、一番に据え置いてしまうと、まあ、人間終わりですね。どんどんお金がなくなるし、まあ、健康も害するようになってくるんじゃないかなと思います。で、仕事もなくなると。で、まあ、僕がね、好きな、例え話なんですけど、昔ね、今亡くなりましたけど、藤田伝さんっていう人がいてね、まあ、ビジネスマンなんですけど、マクドナルドの、日本マクドナルドの創業者なんですよね。で、日本マクドナルドっていうのは、もちろん、まあ、アメリカでね、創業したマクドナルドっていうさ、ハンバーガー屋さんがあったわけだよね。カリフォルニアかどっかにね。で、それを買い取った人がいるんですよ。ミキサーメーカーの営業マンなんですけど、マクドナルド、っていう兄弟が、まあ、地方でハンバーガーショップやってたんですけど、それの権利を買い取って名前とかね、それでまあ大きく世界展開して、で途中でまあフリーメイソン のお金が入ってですね、まあ、ユダヤのお金が入ってですね、で世界展開がされたわけですね。それで、まあ、まあユダヤのフリーメイソンなんだよね、マクドナルドね。まあコカ・コーラもそうなんだけど、それで、まあ、今度ね、日本に展開しようって言った時に、まあ、戦争が終わってね、第二次世界大戦が終わって日本に展開しようっていう時に、まあ、たくさんの、まあ、商社とかね、流通業者が、まあ、アメリカ行ったわけですよ。アメリカのマクドナルド本社に行ったわけだね。それで、まあ、伊藤忠商事とかね、まあ、ダイエーとか、日照祝いとかね、日照祝いないかも。いっぱい行ったんだけど、まあ大企業がね、行ったわけですけれども、まあことごとくさ、名刺交換してね、わかったわかったって言って、で結局まあ、
ユダヤのね、フリーメイソンユダヤのマクドナルドは、まあ、あんまりこう、なんていうか、話に乗んなかったわけね。まあ、信用できないから、日本人なんてね。まあ、一番の、お金がさ、一番だと思ってるから、これでしめしめと、これで俺たちいくら儲かるんだ、としか考えてないからね。僕も、三菱電機の時も、まあ、三菱電機の時はそうじゃないけど、三菱商事の時はちょっと、お金が一番ね、それでお前いくら儲かるんだって結構上司にすぐ言われるからね、お金をずっと考えちゃう性格になっちゃったんだけども、フリーメイソンとかさ、ユダヤっていうのは違うわけですよ。3番目の約束神義を通すかどうかしか見てないわけ。ね。それで、結局さ、その伊藤忠商事でも三菱商事でも住友商事でもね、丸紅でもね、いや、お金がね、足んなかったので、やんなかったんですよ、とか言うね。すべてお金なんですよ、言い訳が。うん。マクドナルドに対してね。いや、なんであれやんなかったんだ、って言ってもね。いや、お金がね、足んないからやんなかったですとか、その、費用対効果で儲かんないからやんなかったですと。ね、それ違うだろうと。で、ユダヤ、フリーメイソンっていうのは、人としての、道、仁義を守ったかどうかで判断するんですよ。で藤田天さんっていうのはマクドナルドやる前にですね、最初ユダヤ商人からね、その大きいお皿あるでしょ、その1枚100万円ぐらいするさ、大きな大きな、なんていうんですかね、この焼き物、焼き物のお皿あるじゃないですか。あれをですね、大量に発注を受けたわけですよね。焼き物お皿、なんていうのかな、もっとこう高価なやつ、こういうやつだね。もっとでかいやつ。なんつうんだろうな。こういうさ、こういうやつ。うん。で、これも1枚100万円ぐらいの、高価なお皿をね。1枚100万円ぐらいのね、高価なお皿を、まあ300、まあ例えば500万円ぐらい注文を受けたけど、こういうのね。こういう陶磁器のこういう1枚100万円ぐらいするやつ、あれですよ。で、これ、ね、そうするとさ、1枚100万円の100枚で1億だから、500枚で5億円なんですよね。5億円なんです。で、これね、いついつまでに500万用意してくれと。で、これさ、その、まあ、第二次世界大戦でね、日本は、その、燃えてしまったからね、家がね、残ってないわけですよね、江戸時代のこう、1万100万とか200万するやつってね。で、それ、まあ、簡単にね、ユダヤ商人から、あ、いいよ、つって、まあ、利益になるからね、このね、このお金になるから、その1万100万さって1枚50万ぐらいで、多分仕入れられるだろうって考えてね、で、1万100万でいいから、500万集めてくれと。で、1万25万ぐらいだろうと思ったんですよね。そして集めていったら、250枚までは集まったんだって。250枚まではね、1枚25万で。で、まあ、すごい儲かるなと思ったんですけど、残りの250枚がね、もう全然ダメで、まあ、あることはあるんだけど、すごい高いです。1枚300万とかね、400万じゃないと売らないというね、まあ、美術コレクターとかさ、たくさん持ってる人がね、言い張ってきたんだって。まあ、足元見られたのもあるかもしれないんだけど、まあ、それで困っちゃってね。で、困っちゃって、まあ、どうしようかと思うでしょ。で、普通だったら、まあ、ビジネス、普通のね、まあ、僕は三菱商事だったけど、三菱商事だったらどうするかというと、ごめんなさいするんですよね。ごめんねって言って、
このお金が足んないんですいませんが、250枚で許してくださいっていうか、もう最初からなかったことにしてくれって言うんですよ。でまあ違約金は払うかもしれないけど、まあ裁判になってまあそんな損はしないような感じになると思いますけど、裁判しないけどね普通はね、分かったじゃあ違うところで探すからいいよって言ってで終わりですけども、三菱商事とか、まあ、住友商事とかね、伊藤忠とかバーナベニーとかごめんねって言って平気でごめんね言うからね、お金にならなければね謝ってこいっつってなんとかしろっつって言ってきて、あのでユダヤ商人っていうのはそういうのさ、まあ普通の人嫌だよね。であの藤田伝さんはどうしたかっていうとね、まあまだ一人ぼっちだったんだよ。一人で藤田商会っていうね、一人でやってたんですよ貿易をね。で250枚集まったんだけど、残りの250枚どうしようかと、でしょうがないから、約束だからこれさしょうがないから1枚300万で仕入れたんですよね。100万円しかもらってないんだけど1枚300万で仕入れたんですよね。そうすると1枚200万円の損が出るんですよね。そうすると250枚だから5億円の損が出るんですよ。でまあね、もともと最初の250枚は、2億5000万の利益出てるから相殺して2億5000万円の損が出るわけですね、500枚集めると。でもまあいいやっつって約束したんだからね、それがね人の生きる道だからっつって、あの2億5000万の損を自分で背負ってですね、500枚耳逸れて集めてユダヤ商人にね渡したんだよね。5億円で渡したわけ。でも全部で7億5000万で仕入れたんだけどね、5億円で渡したわけ。それでですね、あの藤田伝さんはたった一人の会社だったんだけどね、フリーメイソン、イルミナティ、ユダヤの仲間入りに、まあすごい絶大なる信用を得たんですよね。それで、マクドナルドがね、日本に進出するときに藤田伝さん一人だけに任せたんですよ。絶対儲かるっての分かってたから、絶対ね、あの美味しいからねマクドナルドっていうのはね。それでまあ藤田伝さんがね、取り仕切ってできるかどうかなんて関係ないと、ユダヤのお金ね何百億何千億ってあるからそれ使ってくださいという話だったわけですよね。それでね、まあ、結局さお金っていうのは後で返ってくるわけでございまして、結局3番のね、まあ、約束賃金を1番に持ってくる人にお金が降り注ぐわけで、お金があるとなんか健康になっちゃうよね。お金があると精神医療も受けられるからね、健康にもなるよね。まあ不治の病もあるからお金があっても健康にならない人もいるけれども、まあこの3番のね約束賃金っていうものを、まあ、筋を通すことによってですね、人っていうのは結果的にね、最終的に、まあ、汗のようにですねお金が後からついてくると、いうふうに僕もね、その藤田伝さんの話をね聞いてからね、まあ、そういうふうに生きなくちゃいけないなって思ってそういうふうに生きてきました。そしてこれからも生きるつもりです。でまああとはフランダースの犬とか思い出すよね。最後にさ意地悪なねおじさんがいてさ、お金落としちゃってね、でフランダースが盗んだんだっつってさ、でフランダース改正って言うんだけどね、フランダース盗むわけないじゃないですか。それでどうしようどうしようつって犬と一緒にね、探しに行って、でお金あったわけですよね。それで、最後にそのお金を、送り届けて、そしてね疲れちゃってね少し眠らせてくれよって言って夜ね教会の中入っていってね少し寝たんですよね。そして、フランダースの犬と一緒にね、天に召されました。ですからね、人の生きる道っていうのはねやっぱり約束仁義だから、自分はもうどうでもいいとね、お金も、まあ、健康をね少し損なってももうしょうがないと、自分のお金を費やしてもねやっぱり
一度約束したこと、そしてね、人の道にそれないこと、この、まあ、約束、仁義、忠義っていうのかな、これを大事に置いた人が、結果的にね、お金と健康を手に入れるのかな、というふうに思いました。まあ、今ね、ちょっと人生で一番体調が悪いんですよね。で、まあ、治るか分かんないもんですから、この話をさせていただいてね、もしね、治んなかったら、これを最後の遺書と、遺言っていうか、最後のね、動画とさせていただければと思います。またね、そうだ。まあ、ドル円今日どうなんだろう。さっき上がってたけど、まあ、普通ですね。はい、ドル円なんかも、FX なんかもね、仮想通貨もそうですけどもね、忍耐ですね。忍耐力です。まあ、マイナスになるのは当たり前でね、10分の1とか100分の1とかなっちゃうんだよね、株とかもね。でもずっと持ってると、10倍、100倍になりますから。仮想通貨とかね。100分の1なんてなるのは頭に、まあ普通だからね。普通だから、ただ、現物でね、持ってれば大丈夫ですからね。うん。だから、まあ一度信じた道をね、突き進むのが、まあ人生なのかなとは思っております。うん。ですから、まあ、この、ビットコインもね、今、90万円か。なったけれども、なんだかんだ言いながら、やっぱりずっと歴史は続いてるわけですからね、ビットコインっていうのはね。何千円とか1万円とか2万円の時から続いてるわけだし、ゼロになってないし、これからも続くと思いますから、やっぱりあともう少しの辛抱だと思いますよ。ビットコインとか、あと、ノアコインとか、カルダネイダとかね、ネムとかイーサリアムとか、すべてね。今一生懸命開発して頑張ってる人もいるし、プロジェクトの営業を頑張ってる人もいるしね。まあ資金なんで、また資金調達してる人もいるだろうけれども、まあ、全てのね、投資家も含めて全ての人が今苦しんでますけれども、まあその苦しみをね、共有してですね、で最後みんなで笑えた人が、やっぱりお金がね、結果的にこうやってお金が入ってくるんだと思います。今は、まあ、例えば、まあ、ノアコインとかカルダネイダだったらね、その、まあ、財団法人と約束して、まあ、お金を払って購入したわけですから、彼らの約束して、うちら、私たち投資家は、時間待つよという約束をね、まあ、人として待ってあげようというところだと思います。それでは、今回はこれで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお送りいたしました。ありがとうございました。